前に組んでぎゅっと肩甲骨伸びる、背骨から離れる、その上に伸びてってください。ぎゅっと、はい、気に落とします、せーの、ストップ。毎回合掌、ゆっくりと前にぎゅーっと持ってって、あ、牛さんじゃないんですけど、ぎゅーっとはい、上に持ってきます。ありがとうございます。中継をご覧の皆さんもどうぞご一緒に。伸びて伸びて、肩甲骨をもう3センチほど上の方に上げるよ。せーの、ストーン。はい、では首を回していきましょう。ぐるぐると一番ぼっこりしている骨を起点にぎゅっと背骨のほっこりしたところ、首痛い、はい、反対回し、ゆっくりと頭のてっぺんで円を描くように、呼吸を止めないで、はい、ゆっくりと真ん中にセットしまして、右側にゆっくりと倒していきます。左肩は引っ張って、下に引っ張って、右肩だけ下げて、ゆっくりと真ん中に戻って、はい、左側に倒します。右肩は下に、反対側突っ張って伸ばして、真ん中に戻します。次は頭と肩がだんだん近づいてきて、愛しいように近づいていきます。肩もどんどん上げてって、ぎゅっと耳と肩が出会います。名残惜しそうに離れてってください。反対側、左耳と左肩が出会います。ぎゅっと割っていって、出会わない。出会わない。名残惜しそうに離れていきます。真ん中でまたゆっくりと小さくでいいので首を回してください。反対にもぐるりと回して。では手を胸の前でバッテンにして、あの鎖骨の間のくぼんでるところをちょっと回してあげてください。ギュルギュルとリンパの出口なので、ギュッギュッギュッと回してあげて、はい、回してあげてください。滞りを良くしてあげて、はい、肩を倒して自分の肩もギュッとして、肩を回しながら、肩のこの付け根のところもキュッキュッと押してあげて、回してあげてください。それでは最後、透明フラフープを回すように、椅子の上になりながら透明フラフープをイエイイエイイエイと回してあげてください。反対回し、イエイ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 、これは声が大事ですね。イエイイエイ、全国に地域でここら辺で終了します。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも暖かくなった。たくさんの声が聞こえました。あ、皆さん、ここは暑いです。ここが暑い。ここがね。では血の巡りも良くなったところで、これまでの皆様のお話を伺い、そして、メーリングリスト上にすでにある皆様の活動を、拝見するにですね、やはりそのもう始まっている、動き始めているネットワークを統括するその情報のポイントとして事務局をやっぱり作った方がいいかなと思いました。団体、前回の指摘あったように団体というよりは、そのまず事務局を立ち上げ、それに賛同する人がそのネットワーク会として、動いているイメージです。なのでその事務局の役割みたいのをざっと説明させてください。整理整頓したので、でちょっと言葉が思いつかなかったのであれなんですけど、まず表現者にしときますよ。演劇人という人もいるかもしれないし、アーティストというかもしれない表現者、まあ、ここに集う皆様なんですけど、書いて、でもっと私たちより困っている
たちいますよね、被災者って呼んじゃいますけど。ほんで、私たち、なんていうか、よその人って意味で、なんていうかわかんないから、世界って言っておきますって言うんですよ。お、すごい。わかんないけどね。で、もうすでに我々はこうなんか、困ってる人に何かしてあげたい、この自分たちの持ってるネタで何かしてあげたいと思ってる思いがあるし、世界も困ってる人に何かしてあげたいって思ってるところがあるわけですね。で、この3者を結ぶために、まあ、事務局があると便利かなっていうことですね。この3者をつなぐ役割だから、表現者と被災者をつなぐ、表現者と世界をつなぐ、で世界がこっちにつながるためにはこうなんか窓口になってあげると便利かなっていうことですね。そしてこのメンバーって言ったらいいけど、ネットワーク同士のつなぎも事務局をやるということですね。常にそれはメインのリストになってますけどっていうイメージです。はい、はい、それで具体的に何をするかというと、この間ですね、初回の議事要旨を書いてくださった、横浜 ST スポットの小川さんという方が、ご提案していただいた事業内容4本柱というのがあって、それが非常にスッキリして、また的確だったので、このまま使わせてくださいというふうにちょっと、お許しをいただきましたのでご紹介します。災害復興時における文化芸術に関する人の支援、災害復興時における文化芸術に関する町の支援、災害復興時における文化芸術に関する施設の支援、でもう一個で、こういうことをするために必要なその調査研究をする、研究って言うとあれだけど、まあ、情報収集とかね、調査するっていうですね。こういうことが、まあ、そのネットワーク、皆さんが、いろいろやることのネットワーク、多分こういうことに入るんじゃないかなっていうふうにご提案いただいて、そうかもねってちょっと思ったからご紹介しました。さて、で具体的に事務局は何をするかと言いますと、まず世界からいこうかな。事務局はこの世界に対してですね、呼びかけます、支援を呼びかけます。例えばどういうことかといえば、実際地震で公演がキャンセルになった人ってどのくらいいますか。はい、延期か。あ、延期とか、うん、延期キャンセル、そんな感じで。ありますね。はいはいはい。そういうふうに、そのなんか、例えばですけど、地震によって中止なり、延期になっている人 の作品を、どっかでやらせてくれませんか、招聘してくれませんかっていうような呼びかけですとか、あとはですね、会館が使えないことによって、例えば照明さんだったり舞台の関係者スタッフも仕事が今なくなっています。だから仙台にはこういう素敵なスタッフがいるから、ぶっちゃけ仕事くださいみたいに、そういうアピールも呼びかけたいと思います。でもう一つは、こういう作品、こういう芝居を作りたいから、まあ今芝居って言っちゃったけど、いろんな意味で作品ですよ。作品を作りたいから、資金だったり、なんか人だったり物資だったりを支援してくださいみたいなことを呼びかけます。あとはもちろんその事務局を運営するために、こういう資金が必要なのでっていう呼びかけもしますけれども、あとはその現地の調査ですよね。今どういう状況になっていて、今どういうニーズがあるかみたいな調査に行くための、の支援を、呼びかけたいと思います。でそしてその調査ニーズを受けて、具体的にどういう支援を表現者は持っていくかっていうための、まあ、簡単に言うとその現地に行って何かするワークショップなりするための支援を呼びかけたいと思います。そういうふうに基本事務局の仕事はまず外に呼びかける、こういうことしてくださいとお願いするばかりですね。
で、内的にはそのこのネットワークのやれることリストをこう作ってですね、こういうことをやって、一回初回でちょっとやったんですけど、あれをちょっと完璧にして、ここの、まあ、だからボランティアセンターとかなんかな、こっちの方にこういうことができますよっていうふうに情報を発信します。で、ニーズがあったら、そのネットワークにお知らせするので、やれる人が基本、こう手を挙げてやるという感じです。で、事務局は何だ、強制局はないので、で、あくまで参加する人のその意思ですよね、やりますっていう手を挙げるっていうその意思だけで、すべての活動はなります。という感じです。どんなぐらいか。もちろんその情報共有という意味では皆さんがやった活動を報告していただいて、こういう活動しましたよっていうことをまた世界に還元していくということなんですね。はい、ざっとこんな感じなんですけれど、それでイメージとしてはやっぱ期間限定でやった方がいいだろうと、その小川さんのおっしゃった授業内容の中で災害復興時におけるっていうなんかこう特別な時間があるので暫定的に2年ぐらいかなって今思っています。2年間まあものづくりで時間もかかるせいもあるのでちょっと2年1年だと短いな、3年だともう何やってるか自分の印象でもちょっと分かんないんで暫定的に2年です。それでその時点で世の中の様子も変わるし自分らのいろんなことも変わってるからその時点で必要とされれば更新するなりまた何かを変えるなりっていうことで、まあこれを目安に皆さんもこの呼びかけなりネットワーキングに参加するといいのかなと思っていましたよ。はい、はい、それで、事務局を作るからにはですね、なんか代表を決めたりなんだりっていう大人の事情があるので、暫定的なんですけど、まあ、呼びかけ人のおじさまたちにちょっと名前の解釈して、代表は、まあ、岩谷さんがいいかなというふうに思い、で副代表みたいな形で、小石さんと福久さん。で事務局は誰かっていうと、まあ、私とたくちゃんかなっていうふうに今のところ思ってますが、まだまだ人が足りないので、ちょっと、後で相談させてくださいっていう感じです。あと、形式なので、何ら強制力はないですから、あの経緯を取るんですか。いろいろ思いついたアイデアは、まあ、もうすでにやってるけどこういうのどうですかってメーリングリストに上げてそんでみんなでやってくるって感じです、ね、でみんながやってからって私もやらなきゃって焦る必要はないのでできないことはやらないが基本です。で落ち着いて考えると今義援金とか支援金って0円ですね。当然集まっていません、呼びかけてないから。で今後も集まる保証はどこにもないんですよ。けれどもね、もしそのお金が来たとしてその使い方とかを決めるためにはやっぱそれをなんか承認したりする役員さんが必要なんですね。3人ぐらいかなと思うんですけど、これは、外部の人に頼むといいかな、公平性をね保つためにもっていうふうに思ってました。違うジャンルの人っていうのか分かんないですけどっていうふうな感じです。事務局は何人か、4人か5人いた方がいいのかな、5人って書いてください、うん、まあ、ここに外部の役員が入る感じだから、もしね芝居作りたいって言って義援金が来たとしましょう、仮に。でそのお金の使い道などを、審議して承認するのはこの辺の人とこの外部の役員ってことになると思います。それで
安全と、ね、ネットワークってやってると意外と事務局が疲弊するんですよ。なので3本ぐらいにちょっと部を決めてご提案したいと思います。まず支援活動だった、違います、まずその現地の様子を知らないといけないので調査部、まずはこの調べるというところから始めますね。で次それを受けて出かけていく、仮にあの名前は出せないんですけど日本語でしょ、なんか素敵なネーミングをしようで、もう一個が創作物でその作品作ったりどうする感じですね。でここにこう各リーダーとかいてくださると嬉しいですよ。多分ここにこうやりたい人ってこういっぱいバーってぶら下がってくることになると思うんですよね。だからその部門のリーダーさんがちょっと取りまとめをして、あのリーダー会議みたいなのをこう自分で持つとか、そういう時はあると思うんですけど、でリーダー一人だと辛いわってきっとなると思うから、なんて言うんでしょうか、副リーダーみたいな人、まあサブの人がいて、あとは会計さんがそれぞれいるといいのかもしれない。お金の計算、領収書をどうしたこうしたみたいな細かいのができる。だから基本それぞれの部に3人ぐらいのこういう人がいるといいのではないかと思いました。質問してもいいですか。どうぞ。慰問部と創作部が分かれているんですが、調査部、あ、違う、創作部、はい、創作部、はい、創作部というのは、じゃあその、ここ、まあ、被災者に対して作品を届けるのも慰問部に入るという感じですかね。そうですね、イメージはその避難所とか行ってやることをこっちで、創作部に関しては被災者側に届けるのではなく、例えばその他の一般的な公園というふうに、名古屋に被るのそのうち時期も変わってくればだんだん入りに慣れてはくると思うので、そこの線引きはどうなるんだろうな。多分調査部だけで行くより慰問で行った人の方が情報が出てくる。なるほど。疑問に行った結果、こういう作品が見たいって聞けば創作部でやってるって思ってることがあると思うので、多分ほぼ全員みんな3部門関わらざるを得ない、その意識は3つとも持っている必要があるけれども、組織として話し合う時のそして一緒に3つに分けておくかっていう。じゃあ創作部は あらかじめの段階としては被災地に行くのではないということを前提にしてということになるんでしょうか。はい、見合いとしてはそうか、各集団の作品という見合いで分けました。なんなら招聘されてよそに持っていくぐらいの、うん、それぞれの集団、それぞれの作品を支援してほしい見合いが違う。ということはある意味みんなそれぞれが創作部であるとも言えるんですけど、自分の活動がある段階で、だから一人一部ってことはありえなくって、もう日替わりで全部行ったり来たりはしてるんですよ。ただ、便宜上いると助かるなって感じです。はい、ちょっとお金の流れすぎて、どう使われるかっていうんで、創作部は劇団個々の活動も含まれるし、劇団を超えた何かユニット的な活動も含まれていい。もしくは全体活動ももしかしたらそこに出てくるような感じでもあるんですね。でさっき言ってた呼びかけの中の招聘してください、仕事をくださいっていうところがいないと創作部の中に枝分かれて入っていくっていう。それでね、最近あのなんていうか支援する方の方も意識が高まってて、自分の支援がどう届くんだろうということをとても気になさってらっしゃるんですよね、はい、だから呼びかけをより具体的にしたくて、例えばこういう芝居を作りたい
タイトル、あるいは書き下ろし以降みたいな情報がちょっと乗っかってると僕の方もちょっと安心するんじゃないかなとかね、こう復活でバンって赤十字見たかと分かんないっていうのもちょっと寂しいかな。世界の人たちはこの劇団の作品これに投資したい、支援したいと選べるし、自分が全体に投資したい、自分が運営に投資したい、選べるっていうこともあり、なんですか。ただね、劇団一個一個っていうのはどこまで分かるかっていうのがあるので、それは創作部門、これはじゃあそこは勝手に跳ね、あと自分が繋いであげるってことですか。徴兵された、徴兵して、徴兵された、そうそう、結局はその団体と、あつろ小屋さんが企画書とかきちんとやり取りしないといけないから、うん、読んでくれる方が個別にやる、そうそう、最初の窓口はやるけど、あとは皆さん実際動き出したら制作を中心でやる、そうですね。じゃあ事務局は本当にその窓口としての機能、そうなんです。でイメージとしては忘れないように書いてある掲示板のイメージなんですよ。本当にもう町内会議掲示板でやって時々ベッといろんなの貼ってますけど、ああいうふうにこういう情報欲しいですとかこうですっていうのを必要な人を見て方法じゃあやってとか、そんな感じだから事務局はこれ。これ今質問タイムと思っていいんですか。あ、タイムどうぞ。いや、なんかずっと説明してたから どこで言おうと思ったんだけど、その被災地、いわゆる被災地、被災者がいる避難所などの被災地の調査っていうのが4本柱の中に入っていると思うんですけど、それをこの事務局で独自に調査する必要ってあるのかなってちょっと思ってて、今宮城、仙台宮城 NPO センターの方で、先月から、名前をちゃんと調べますね、宮城連携復興センターっていうのを開設してるんですよ。福祉青年会議所とかと一緒になって、で今宮城県内の避難所って600箇所あるって言われていて、小規模なものも含めると、でその600箇所に対してアセスメント調査をもうすでに始めてるんですね。でその宮城 NPO センターの宮城連携復興センターが中心になってやってる宮城連携復興センターでやってる調査っていうのは、そこにその子どもが何人いるか、妊娠してる人が何人いるか、障害者が何人いるかっていうのを600箇所に、今日聞いた、今日ちょうど NHK で紅村さんがテレビ出てたんですけど、今日聞いた話だと3週間おきに3回1回ずつ行って、できめ細かくその仮設トイレは使えるのか使えないのか、配給が1日何回なのかっていうのをやるって言ってるんですね。そのデータを利用できるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、まあ、その連国、特に紅村さんのやってる、連国、思い出したら言う、はい、確かにそういうふうに第3期に分かれて調査に行って、そのアセスメント中に、はい、だから事務局が立ち上がれば、連絡取り合って情報を共有できたらいいかなというふうに思ってます。でそれを、ね、その復興支援センターは何のためにその調査をやっているかっていうと、さまざまな社会問題を解決するための NPO がどういう支援をすればいいのかを把握するために、まずは調査ということで、その避難所の調査をしてアセスメントをしているわけで、でその他の社会問題と一緒で芸術文化に関することとに関して私たちは活動したいと思っているわけだから、独自に調査しなくてもそこから情報提供を受けることは可能だし、私たちが、これに関わるかどうか私はまだ分かんないんですけど、この枠組みの中で独自に600箇所3回行けるかって言われたらちょっと微妙ですよね。それは無理です。だから調査って言った時にそのイメージ抱かせてしまったら申し訳ないんですけれども、そういう他団体との連携、だって被災者だって何回も違う人来ていろんなこと聞かれたら嫌だと思うわけ。あ、そういうこともあるから、その辺はやっぱり聞くとこは聞くし、どうしても実際行った方がいいなってなれば行くし、例えば横田屋さんが今絵本配ってらっしゃるけど、それに乗っかってちょっと混ぜてくださいとかね、そういうこともありだと思うんです。そういうことも含め、事務局のあれときっとつながりやすいだろう。事務局の中で、事務局の外にこういう委員会があった方が、多分森君は今
報告してくれたことを俺たちは全く知らないので、もうすでに森君は、はい、我々の組織作ろうとしている組織の中では調査部員的な今の意見だったらいいし、例えば長期的になれば被災地避難所ではなくて、はい、で小中、まあ、学校とか、はい、いろんなところで、どうなんだろうみたいな、もしかしたら調査&提案もできるような気もするんですね、みたいな。だから調査部ってやっぱあった方が、全国の外にあった方がいいような気もします。あ、そう、これは外ですから。ですよね、いいですね、うん、あった方がいいんじゃない。なるほど、うんうん、はい、そういう意味も含めての調査ですね。じゃあ外的資源も積極的に使っていくっていう理解でいいですか。そうです、はい、やっぱそういうことって調べようって思わないと分かんないじゃないですか。うん、小田テレビ見ただけだったあ、ベルブラさん出てるって思ってでなんかね、そのやっぱりその3週間に1回行くと、1回目で、あ、うちの避難所はこういう状況ですってパパッと言えるリーダーがいる避難所もいれば、うん、あ、ちょっと分かんないですっていうところもあるんだって、うん、でもそうするとそう、こういう人たちが来たって思うと調査しようっていう意識が芽生えて、で2回目に行った時に前回は答えられなかったけどその後調査しましたって言ってくれる場合もあるので、そういう気づきにもなるから複数回行くことに決めましたっていうふうに NHK で言ってました。ありがとうございます。うん、うん、そうですね。で、そういう時に多分ね、まあ、お笑いとか体操ってオーバーがこの間ありましたけど、そういう視点を持たない調査の方もいっぱいいらっしゃると思うんで、だからちょっとしたフライヤーみたいなのを作って、そのせいぜいボランティアセンターは行けると思うので、まあ20カ所もないから、そこにこういうことやってますんでみたいな営業はかけられると思うんですよね。そうすると、あ、そういうのも頼んでいたってきっと向こうも思うと思うんで、そういうことを自分の曲はちょっとやりたいなと思いました。で、時間もなくてあれなんですけど、でこれよしってなって事務局立ち上がって、皆さんもネットワークの中でやりたいことをやろうっていうことを承認していただきたいんです、もう今日今よろしいでしょうか、事務局立ち上げて。いいと思います。それで、もちろんね、うちらも初めてのことだし、要するによく分かんないってこともあるから、入んない人は入んなくていいです、しばらく様子見してて、で会議とかそういうのあったらああいうふうに公開するわけだし、会議も直接来ていただいていいです、その登録中かなんちゅうかネットワークの人じゃなくても、でしばらく見てて、あ、 OK ってなったタイミングで入ってもらっていいし、そこは自由です。で、演劇人のみならず、こういう人がこのシステムに入ったらいいんじゃないと思ったらどんどん紹介してください。盆栽の人もいるかもしれないし、俳句読む人もいるかもしれないし、まあ、このシステムがこの被災の人はとその人にとっていいだろうって思ったらぜひ紹介してあげてくださいという感じです。あ、一ついいですか。どうぞ。今の流れだと、うん、代表とか副代表というのはもう決まってるようなんだけども、うん、他のいろんな演劇人もまだ参加してない状態 で、うん、で今決めちゃっていいのかなっていうのが少しありますね。今決めたいんです。いや、まあ同じではありますけどもまず仙台の演劇人の顔としてどうかなっていうのはあります。日渡り君自体をどうこうって言ってるわけじゃないけども、長年まあ友人さんなり30年以上仙台でずっとやってる人が仙台の顔として代表として出た方が俺はいいんじゃないかなって思いますね。まだだから日渡り君なり豊志さんなりは仙台に来て気が短いかったり、私も面識がないの でそういう人たちで代表ということになると他に知らない演劇人が多すぎるんじゃないかと。もう時間がないんです、ぶっちゃけ。もう動き始めてるのに。今まで3ヶ月後に役員改定をすればいいじゃん。なるほど。もしくは1ヶ月後に改定をする。落ち着いて、推薦制にしたり、立候補制にするということで、会員がちゃんと、会員というか加盟というのが、うん、ネットワークに参加して、まあ、暫定的にね、立派というのは、まあ、それは。つまり、要するに口座開設するためとかで、作らなきゃいけないんですよ。だから、まあ、はっきり言っちゃえば、ある意味代表であることの、そういった責任の大きさとか、そういうのはあまりないので、
まあそういうことだったら、うん、多分、はい、どっかではやはり人数揃ったらだから本当に、まあ、今一部の人たちが集まった中でもう進んじゃってどうしようもないのかみたいな状況なんだけど、ね、一応これが立ち上がったら、まあ、テンボックスと皆さんがし得る限りですけど、これにまず近い人から徐々にまず事務局からのお知らせとして届けできるんですけど、今のままだと個人の善意でしか声をかけられない状況なので、うん、まずその広域にやるためにも事務局が欲しいという流れではあります、はい、はい。それで早速あの印みたいのを作って出かける人にはそれをみたいなのを始めたいんですけど、いかんせん名称が決まってないのです。なので名称を買いに進みます。早いさすがだって いいよそう、人生は有限だからね。はい、なんか名称、アイデアある人じゃあ、ババみたいな例を出します。はいあー、わかりました。マンマッペ東北文化部あと、ジュニさんからいただきましたのはアレキアレキ311とかですね。あと何アートフューチャーわかんねえアートフューチャーこういうのもありました。あと何だっけ、なんか、あ、ありがとうございます。なんかないでしょうか。同じないかな、したことは。あ、ねえか。じゃあもうあのキーワードだけ上げるので、思いついたら言ってください。ネットワークでしょ。なんだ、クリエイティブとかでしょ。クリエイティブ。リード、うん、リード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 、アートエイド仙台、アートエイド仙台、アートエイド仙台、ホームページのタイトル仮なのかもしれないですけど、仙台アートリバイバルってなってるのもいいかなと思いました。仙台アートリバイバル。リバイバルって何ですか。復興。はい。復興。あと何か。物で書くから別に。海外ではあれだ、頑張ろうなもすでに。そうですね。なんかちょっとやっぱ違う。イギリスも頑張ろうとか。感じない。おはようございます。おはようございます。ちょっと流れ説明して。今団体名称を考えてました、ね。団体つってた、違う、ネットワークの人なんか集団というよりはネットワークが実感と情報の人で、ちょっと今すぐ決めようっていうと決まんないので、これをもう宿題にしてですね、何分後かにまた決まらない何分後か、何分後か宿題なの宿題じゃないやん宿題じゃない宿題って持って帰るもんじゃないの宿題にはしません。はい、会の最後に最後に行きます。投票します投票とか書いて出すのかな。あともう一つお願いが、その最後にちょっとリストアップしたいので、皆さんのなんだっけ、やりたいこと、あとやれること、まあ、かぶってもいいけどね、やりたいことやれること
まあ、やりたいことっていうのはその被災地に対してでもいいし世界に対してでもいい、やれることは、同じく、あ違う、やれることは被災地に対してだな、主に、うん、あと欲しいものとか物だったりこと具体的にあればそれも書いてくださいというお願いをしたい。それをまた事務局が振り分けると大変なので支援呼びかけ事項というのをカテゴリーの2、4、6つの欄を作って、はい、そこの中に放り込んでそのフォーマットデータを取り込んで、なるほど、だから支援の呼び、はい、その世界に対する呼びかけの項目をもう1回6つ、もし今の話で大きく進んでよければちょっと紙を1枚作ったんですよ。それ終わったんですよ。じゃあコピーして、して、はい、そのコピー。どうでしょう。はい、いいと思います。で、先にそしたら必要な報告だけして、はい、休憩を5分してる間にコピーして終わります。素晴らしいです。はい。そのあたりの名称も考えていただく。はい。はい、これ、支援事業のところは一応、でそれはもうどんどん赤入れていく前提で、直せばいい。現段階で。それで見せた。だからそれは、それで見せた。だから、そういうことで、今日は、手書きするとまた、打たなきゃいけないから、じゃあ、修正できる。はい。じゃあ、はい。あ、ではですね、報告。あ、とりあえず、じゃあ、議事は、一休みしてですね、報告がございますので、まずは、じゃあ、どうぞ。いくつか今日ちょっと山木さんいらっしゃらなくて預かってきたのもあって、まず、県内の劇場の被害状況を、県民会館が取りまとめていて資料になってきました。ただこれちょっと非公開というかお店を話すわけにいかない情報らしいので後ほどその県内で被害状況をしていただいて心があったら僕に聞いてもらえればそのずっとお教えします。でそれ流せないわけですね。そうなんです、あんまり僕がピーって言えばいい要はちょっと遅れるんじゃない全員は食べちゃう。皆さん、これミュートってことですか。はい、じゃあちょっと暇の時言います。流れてるから一応、要はその公共施設なので一般の方に言っているのとここに出ているリアルなものに差があるわけ、当然あるわけです。だから言えないっていうところがあるので、一応前回出てこなかったところでは、若林区民センター、文化センター、文化センターは、まあ、市民会館と同じぐらいだから、まあ、とりあえず当面復帰の見込みなしです。あとは県内で気になるところありますか。広瀬文化は、一緒です。バスが通れば一時避難の方が自宅に帰って残る方は数が限られてるらしいんです。被災所、避難所として。で劇場ができれば今月末5月から動かしたいと言ってるそうです。で、やる気満々で担当さんも町との了解も取れてるらしいのでぜひいろんな方に利用してくださいと言ってました。で非常になんか自衛隊も入ってて非常にいいというか、まあまあ環境のいい避難所になってて運営もしっかりしてます。はい、あと都民祝祭は総コールが4月中旬に再開、マイコールは5月上旬から、まあ、江津湖とか七ヶ浜とか都民とかあの辺りですね、5月に動かそう。141とかエルパワーとか
かは僕が知り得る限りは9月いっぱいまで。店舗は5月ですか？店舗は5月からって一応言ってますけど、うん、はい、いや、それも山木さんが、ね、そこだけ多分山木さんの力技だと思うんですけど、そうですね、正式にあれするのかどうかは、その市からの点検が来ないですよね、いつ来るかがわからないと、店舗的には大丈夫と思ってるんですけど、建物が本当に大丈夫かどうかのチェックがいつも、それだけの人は、そうです、はい、まあ、有価施設が本当に最後になっていますので、でも、エルソーダ仙台は明日か明後日ぐらいから開始しますよね。そうです、ね、明日してる、うん、そうです、アイドル頑丈なのかしら。あとは阪神・淡路大震災の芸術文化被害状況調査報告書というものがあります。これもともと本人が手に入ってたらしいですが、まあ、この有事の際に書類配布が始まってましたですね。でこれ今ちょっと確認してて PDF でお配りできるかどうかを、確認しているので、もし OK だったらしたいと思います。で、ニュートンの多分できないんですけど、うん、はい、プロ劇場さんも当時の活動の詳細の、こちらまず全体でミスナーがまとめているやつなん で、こちらはビッコロ劇場さんが、まとめた細かいところなので、はい、この辺はまあ、コピー数大変なので、PDF でお配りできるようにしたいと思います。でちょっとこっちのミスナーがまとめたやつで言うと、やっぱりこう、ジレンマ非常に似ていて、我々と。で、まあ、気をつけないといけないなと思ったのは、やっぱり先数年お客さんが入らないということがもうリアルになったりとか、あとはそのチャリティー公演を、被災者が被災地でチャリティー公演をやりすぎた結果、いつからお金を取り出していいかわからなくなった。で、お金取るにしてもチャリティー料金っていうのがまた段階があって、そうするとまともな料金で今まで通りお客さん入れるのに何年もかかってしまう。やりすぎた結果、チャリティー公演、まあ、だから今街中で500円でランチどこでも食べれますけど、そこからいつ普通の金額になるか、だからもう800円で取ったら高いなって思っちゃうわけですね、僕らこんな時に、そのタイミングを、まあ、話した時にはだいぶ間違ったというか、まあ、かなり悲観的に書いてですね、だからこれはもしかしたら文化に携わる人たちがみんなある程度共通意識でいかないと難しいことかも、いろいろちょっと参考になる人が書いてあるので、ぜひみんなでこれを回せたら、はい、これ今確認しています。あとは、これ今日なんですけど、タラメンボックスの制作の加藤さんから有名になったかも方もいるかもしれないですが、成豊さんの作品で宮沢賢治を題材にした、賢治島探検記という本があるんですね。これはそのキャラメルボックスさんが阪神・淡路大震災の時に、街頭や公園など屋外で上演することで、ね、森田さんが作ったそうです。でラジカセイコと、まあ、役者が聞けばできるような作品になっていて、出版されていないんですが、今回この作品をこういう遠くの被災地で上演する場合は PDF で、送ってくださるそうです。で当時の音楽とか、上演した DVD とかも全部一式送ってくださったので、上演料は一切いらないということなので、もしよかったら使っててもらえないかという呼び方を一応先ほど言ったんですけど、そしたらご報告。あとは、ミュートしてもらっていいで